福原和勝明治10年3月23日は、江戸時代末期から明治時代にかけての調布藩士、陸軍軍人。最終階級は、陸軍大佐。調布藩士、村上道虎の三男として生まれた。陽名は、百合勝。後に、同藩士、福原春を親の養子となって、福原俊幸を名乗り、後に和勝と改めた。若年ながら、武芸に秀。 藩主、毛利元則の護衛党も務めた。源氏元年から始まる下関戦争では、藩内の青年を組織、翌年の英米仏乱連合艦隊の攻撃では、上陸した幕府軍の陸戦隊と首都市等を繰り広げた。また、同年には、長府藩校、修道場創設に尽力した。慶応元年1月18日、熊野則幸と共に藩主に、隊の編成を願い出て、 2月14日に許可が不利、長布藩報告隊を結成、その初代軍官となった。四境戦争では、小倉口に出陣、小倉藩を撃退して小倉口での勝利を確実なものとした。慶応3年4月、上海に渡航した。明治維新後は、母親戦争にも参戦し、旧幕府側の抵抗の鎮圧に当たった。明治2年には英国に留学し、 明治5年11月に帰国。将来を職望され、明治6年1月、陸軍大佐、兵学軍の神となり、同年6月、陸軍共同団司令長官心得に就任。翌年の佐賀の乱では、佐賀政闘総督幕僚参謀として参戦。またその翌年2月には、初代の新国公使館付部官となった。明治10年、西南戦争が勃発。 同年3月、数々は第3旅団参謀長として九州へと向かった。4日、熊本県玉名郡岩村で狙撃され、負傷、3月23日、搬送先の久留米病院にて死去した。明治45年、14位を追贈された。ありがとうございます。